聞かなかっただろ。そういう連中だ。何の話をしてた。エースケルが受けたサンボビラの仕事だよ。いい話だ。すぐに終わる。まずは燃料追加だ。肝臓に効きそうな一杯だな。なんで酒だ。試練って名だ。蒸留酒と白カモメが半々。その面はなんだ。イエネファは寝た。本格的に飲もうぜ。その通り。もう一杯だ。乾杯。カードで一勝負するか。もちろん。だが金をかけるんだろ。ああ、それが負けたら服を脱ぐってのはどうだ。女がお前に惹かれる理由が分かったよ。あれの大きさを比べるのは後だ。財布出せ。どうしたんだ。気にするな。始めよう。やるな、ゲラルト。
特にあの手が。エスケル、こいつは褒められても喜ばない。一杯ついでやれ。それでサモビラの話は。ある村人がサモビラの踊りに誘惑された。そいつは逃げようとせずサモビラにぞっこん惚れ込んだ。サモビラを捕まえてくれと頼まれたが断った。そこで男は網を使って自分でやろうとした。きっと今でもどこかで踊ってるだろうさ。面白い話だ。教訓にもなる。そう、どんなのだ。危険な女には近づくなってことだ。イエネファーの話はやめろ。あの女を信用できたらな。お前はイエネファーのためなら火も恐れない。だがあの女はどうだ。昔からだろう。よく聞け。お前たち二人とも女魔術師と付き合ったことはないだろう。ちゃんと理由がある。いいさ、坊やが不機嫌になる前にそっとしておこう。もう膨れつれじゃないか。見てられん。飲めよゲラルト。お前とイエネファーの幸せを祈って。ここは氷の巨人のケツ並みに寒いな。皆様すぐに戻ります。小便しなくちゃ。ランバートとはうまくいってるか。まあな、特定の話題を振らないことを学んだ。それだと何も喋れない。確かに。いやあ若者たちよ、ちょっとしたお祭り騒ぎか。アルコールは諸君、ウィッチャー最大の敵だ。どこで拾ったんだそれ。ベーセミルのだ。1112年の最先端だ。じいさんが女を口説くのに使ってたんだろう。いや、当時の言い方だと乙女に求愛するのに。諸君、ウィッチャーの人生はカードと酒だけではない。汗水を垂らし働くのだ。猫なで声で甘えてくる女などわしらとは縁のない代物だ。もういい。モノマネは一回で十分だ。様子前に脱いで酒を告げ。よし、継ぐよエスケル。継ぐとも。ギリギリまでな。ウォッカなしじゃギプスをつけた役人みたいにカチカチだからな。何か余興でもないのか。退屈か。いや、ただ少し盛り上がりに欠けるってか。そうだ、ならオクセンフルトの学生から教わったゲームをやろうぜ。お、今まで一度も出話し始めて好きなように文章を作るんだ。それに当てはまらないやつは一杯飲み干す。そして次のやつの番だ。面白そうだ、始めろ。今まで一度もサキュバスとは寝てない。どうだ、ゲラルトならわかるが、お前がか。おいおいエスケル、隅に置けないな。角のある女に弱いんだ。よし、俺の番だ。今まで一度も酔って下着一丁で目覚めたことはない。ゲラルト、ランバートだけじゃなくてお前もとは。ベセミルががっかりするぞ。いや、ベセミルも飲んだだろうさ。よし、ゲラルトの番だ。今まで一度も女の家から逃げたことがない。そうか。お前が寝ようとした女の旦那は手ごわいやつだったんだな。そうじゃない、友人だった。傷つけたくなかった。お前も親友だよ。よし、みんな終わりにしよう。さもないと二度と目を合わせられなくなる。ロッカー、ロッカーがない。誰か取りに行ったか。もう行った、食べ物取りに。よし、俺が行く。
あっちだよな。ランバート、な、言いたいことがある。あ？お前は時々本物のアホだ。でも大切な弟だ。お前は時々本物の自慢やだ。だがくそ、お前のためなら地獄からでも戻ってきてやるよ。さあ、割れたからでよかった。エスキルはどこだ？もう戻ってる頃合いだ。探さないとな。それはベズミルの仕事だ。またがそいつ脱げや。あの青2歳はどこに迷い込んだ？きっと軍隊に囚われたんだ。来い、みんな助けに行くぞ。ワインをこぼしてそこに這いつくばった。わざわざ四つん這いに？俺だったら吐いただろうな。エスキャル、この酔っ払い、来い。エスキャル、エスキャル、エスケール。エスケール、早く。エスケール。おい、聞こえたか？まるで傷を負ったワイバーンの息切れだな。くそ。どうやら怪我をしたようだ。傷が一つ。エスケルが危ない。そこにいる兄弟、今行く。エスケル。おい、見ろ、いたぞ。リルブリーターと一緒だ。おい、エスケル、起きろ。なんだ、どうした？ですい、サクラン、他にもいろんな酔っ払い方があるが、どれかが起きたんだ。起きろ、一杯飲む時間だ。ほっといてくれ、吐きそうだ。三人集まるといつもこんな風に終わる。四人目を見つけよう。できれば女がいい。イエネファーしかいない。起こさない方がいい、冗談抜きでな。お前が話をした女魔術師はどうなんだ。メガスコープを起動して心を込めて招待すれば、ここに瞬間移動してくる。きっとお友達を連れてな。ランバード、天才だな。当然だ。それで女魔術師を招待するか？そうだ、女どもを呼び出せ。よし、どうすればいい？ここをひねり、そこを回して、それからエルフ語で何か言うんだ。ちょろいな、やろう。待て、俺たちをアイダが見たら逃げ出すぞ。俺たちは女魔術師には見えない。そうだ、イエネファーの服だ。あれを着よう。あそこに荷物がある。そのドレスへの情熱は何だ？黙れ、サーモナイト。クソを漏らすほどコルセット締め上げるぞ。泣き言はやめろ、エスケラ。時には必要なんだ、そのなんだ、偽装か？誰にも言うなよ。分かったか？約束だぞ。キャラクターをたくさん持ち込んだな。まるで引っ越しだ。
よし、完璧だ。まるでお前向けのドレスだな。もう少しウエストが広ければな。黙って着ろ。それはダメだ。肌色が引き立たない。なんだよ、エスケル。腰がくびれてるな。嫌なやつだな。ほら、早く。とんでもなくきついんだ。さて、話は俺がする。お前たちは水晶をいじくれ。ケドミル・ブロデ・ドゥワイン・ホーカス・ポーカス・アブラカダブラ・アスブラサンダ。なんだ、何者だ。すまない、何も見てない。ゲイカ、神ですか。違う、マヌケめ。女魔術師会が私を狙いに来た。何かふさわしい言い訳はあるんでしょうね。どうなの。寝なさい、今すぐ。